皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土地パフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両をご紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの井村店長です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今回紹介する車がこちら。はい、ベンテーガ。来ました。これブログでも一度掲載させていただいた車両。はい、ただ今回ちょっとびっくりがちょっと止まらないです。びっくりが止まらない。はい、本当にブログでは、うん、もうちょっとこれ映像伝わってるか分からないですけど、うん、もうちょっと白っぽい風に見えたんだね。に見えました。僕は内装の紹介とかも特になく、うん、はい、まあ、当然オーナー様像にも一切触れてなかったんで、うん、あ、新しいベンテガでもうローダウンして、うん、しかも結構下げてんな、タイホイール開いたんだなっていうぐらいで止まってたんです。あ、そうなの。そうす、もう俺にはもう言葉はいらないと思って、はい、この車になんですけど、はい、今日現車を確認したのと、はい、あと今日わざわざオーナー様に車両をお持ちいただいて、はいはい、ちょっと撮影するんで、はい、お借りするっていう特別にお持ちいただいて、そうプレッシャーが半端ないよね、はい、今いらっしゃいますけど、はい、でオーナー様にもお会いして、はい、もうびっくりは止まらなかったです。すごいこう全体的にまとまってるでしょ。そうなんです、ね、オーナー様のそのそう、オーナーさんの雰囲気と、はい、この車と、まあ、もちろん内装仕様とホイールとっていう完璧にマッチした。そうで僕正直こちらの車そのブログで写真見た時に、うん、オーナー様像全然もう書いてなかったのかなんですよ。で正直あの若いもう全然20代とかの方でちょっと成功された方が、うん、こう飯村さんのこう意見がだいぶ入って、うん、もう若い子がグッコシャコちゃん、うんうん、シャコタンにしちゃいましょうよみたいな、はいはいはい、HRU がかっこいいですよっていう、え、飯村さん主導のもとこの車完成したものだと思ってたんですよ、はいはい、そしたらそうじゃないという。いや、ホイールは俺だよそこは強く主張するす。オーナーさんいるけど主張するよちゃんと、うん、なんか伺ったらもうすごく前というか昔から車いじられてる方。そうそうそう、やっぱりねこう長年の経験がないとこういう車はたどり着かない。そうできないし、やっぱ受け入れてもらえないし、そこはすごくね ありがたい話です。でもうそれこそもうアメタン黎明期、うん、もうアメタンって何ですかそれってみんな言ってた時代にも、そう欧州車にアメタンを入れてた方なんですよ。はい、経験値が高いので、まあもちろんだからこそこういうね、うんうん、車ができるっていうのもあると思う。アメタンで一言で言っても、もう最初は割とちょっとクラシックなデザインから始まり、うん、ディープリムブームがあり、うんうんうん、もう激しいコンケーブブームがあり、はいろいろこう、はい、歩んできてるからね。歩んできてるじゃないですか、うん、だからもう3周ぐらい回っちゃってる感じだなっていうそうね、そうね、そういうのを感じました。はい、であとはもう今日朝もう車を借りすんで自走でいらしていただいたじゃないですか、うんうん、その時正直って言うんですか、うん、ちょっとあのこわもてのこわもてのって思ったんですよ。はい、今いらっしゃいますけど、ちょっと髪の毛ちょっと短めで、ちょっとこうスーツ、あの白いワイシャツちょっとパリッ、はい、ッと、はい、でそれが車降りてきた瞬間にキャップかぶって、そのパリッとしたスあの白いシャツだと思ったのがちょっとオーバーサイズのちょっとおしゃれなので、そう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 、でどうもってこう、はい、すごく爽やかに爽やか、はい、そのギャップにびっくりしたあ、そういう感じなんだ。そう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 、でその後ちょっと車こうなってるんですよと教えてもらったじゃないですか、うん、その時のこのドアを開けた瞬間のこのオーディオの爆音がわかります基本的にもうこの手の高級車だと音漏れないじゃないですか。クラブのドアを開けたんじゃないかっていうぐらいのこのギャップあ、このボリュームで聞いてたんですかっていう、すごいかっこいいよね。オーディオがちょっとこう大きめの音量でこう開けた瞬間、めちゃくちゃかっこいいなと思ってそう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 、でもなんかこうそのファッションとかそのオーナー様のなんか人柄とか、うん、なんかこう乗り方とか、うん、全てなんかつながったなと思って。そうですね、なんか全体的なまとまり感がすごくあるかなと思います。でちょっと順番に紹介していきますけど、はい、だから車高も、はい、まあ、ちょっと低めなんですけれども、うん、だなんかこうちょっとカッコつけてとかじゃなくてもう遊んでる感じ。そうね、そうそう、だからその最近よく話をするけど超現行車にあえてこういう仕様のホイールを入れていくとかね。だからそのやっぱ車高もできるだけ僕としては低い方がいいかなと思うので、まあ今ちょっとねアクセスモードなんで余計なんですけど、あの全体的なバランスとかそういったところを整えるためにもこれぐらいで今調整してあります。はい、ちょっとじゃあ
見ていきますか。一番紹介したい人の足元はとりあえず置いといて、はい、置いとくんだね、はいはい、もっとびっくりその、はい、ボディとボディカラー、はい、ボディカラーとちょっと外装からちょっと聞いたんですけど、はいはい、ボディカラーが僕最初に言った通りそのもうちょっと白いと思ってたんですけど、うん、まさかのもうちょっとこうピンクとまでいかないですけど、グレーとピンクとベージュが合わさった感じ。ちょっとなかなか映像じゃ伝わらないかもしれないですけど、はい、少し赤みがあります。ピンクがちょっと入ってる感じですよね、うんうん、女性 の, あのファンデーションみたいな。そうだからまあ一般的な色のくくりで言ったらグレージュっていうくくりじゃないかなと思います。でソリッドっていう、ソリッドこれ頼めますね。僕コンフィグで遊んでは選べますよ、うん、緑一言だからね、一言だから、ね、じゃあいざ自分がお金あるときにベントレー原稿を買うときにこれを選べますかって言ったら、うん、なかなかないよね。選べないですよ、うん、もうそれがすごいなと思って、うん、だからもう思ってたのとその違ったギャップ、うん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 、でこの色を選んじゃう、うん、もうちょっとこのデザイン関係のお仕事されてるのかなっていう感じのちょっとこのファッションのオーナー様となんか全てマッチして、はいはい、この色すごいなと、まあ、かなりレベルが高い仕様だと思います。で外装もなんかその至る所が黒くなったりとかカーボンパーツがついたりする、うん、オプションなんかが、はいはい、ついてるってことで、はい、もう全部真っ黒なんですね。そうメッキ系が全部エンブレム以外はあの全てブラックで統一されているようなパッケージのオプション。グリルも枠もこのリップもなんかこうついてるんですかね、うん、もうちょっと細かいオプションに関しては僕分かりませんもうそうここのね下のカーボンのリップがついたり、はい、リア側はディフューザーがカーボンだったり。これがだってこれ順番紹介していきますけど、うん、オプションの金額がなんか400万円オーバー、うん、おっしゃってましたけどです、はい、フルエアロ買えますね。そうね、はい、ベントレーとか、まあ、ロールスとかはオプションの値段がもうとんでもないよ、ね、バグってますね。とんでもない本当に。なんですかソリッドのボディと、うん、このグロスブラック、ピアノブラックの、うん、すごい合うよね。そうそうそう、すごいかっこいいと思う。カーボン入れてもほとんど見えないじゃないですか。そうね、ほぼ見えないよね。ほぼ見えないという覗かないと見えない、はい、けど選ぶ、うん、むしろ高いから選ぶという、うん、はい、昔飯村さんがおっしゃってたむしろ高いから買うそれを字で言ってるなと。そうね、そうね、でもだからもう他がそのソリッドとかピアノブラックとかで、はい、このヘッドライトのキラキラさがすごい際立ってる、うん、メタリックとかパールの車と違いますよね、うん、そうなんです。なんかこれちょっとベントレーやっぱり色で結構色が違うなって。すごい大事だよねやっぱりね。でこんな、まあ、前回りになって、はい、ホイール行きましょうか。ホイール行きますか。ホイールが HRE、はいはい、クラシック300、これを持ってくるんですね、はい、もうここもびっくりです。やっぱその後期型でまだホイールを履いてる人が少ない、少ない、ね、世界的に少ない、ね、世界的に少ないの中で超最新の車にこういうクラシックなホイールで、まあ、しかも24なんで、この前ほら M4で同じデザインの20インチ、同じデザインに見えないんですよ。そう紹介したけどもうサイズがもうでっかいんで全然同じには見えないよね。この色の違いもありますけど。そうね、今回フィニッシュはシンプルにサテンブラックのディスクにグロスブラックのリムになってます。これも選べないと思うんです僕。そう、はい、だって HR、うん、あ、まあね、まあね、まあね、確かにね。で、この単造感を一切消す。消す。はい。そう。このグロスとサテンのね。サテンの、うん、金属感が。単造って言ったらちょっとこのブラッシュド感とか、はい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 、例えばそのストーンフィニッシュのその素材感と、はい、金属感ちょっと出すフィニッシュ多いじゃないですか。はい、うん、もう究極を言えばそのポリッシュに仕上げるとか、うん、ちょっとこうお金持ちっぽくキラキラっとさせる。うん、させない。させない。はい。でリムがグロスのブラックです。はい、塗っちゃうんですね。塗っちゃいました。これはちょっとなかなかまして初めてとかだったら選べない。そうだね、もう本当にいろいろ多分アメタンとか、まあ、チューナーものとかいろいろ選んできたんだろうなっていう、うんうんうん、これ飯村さんにこれどうって言われてもいいねそれってそうなかなかね分かれないと思うんですよ。そう、はい、だから僕らがこういうのを提案してもそれを受け入れてくれる人の方が多分少ないのでそこがすごくこうどっちかというとちょっと変化球じゃないですか。そうどちらかしたら変化球だね、はい、完全にそこをちゃんとあいいねそれってこう一緒に、うんはい、なんかこう共感してくださる、うんはいうん、この組み合わせは本当にすごいな。そうだよね。
で、あとはもう車高が、はい、今回このアクセスモードで撮影のために一番下げてますけれども、はい、あの通常の走行モードでもそんなに、はい、高くない、結構ベタベタで割と低め、はい、朝の登場でだからびっくりしましたそのまま乗ってるんだと思って、ほぼアクセスモードはまあまあもちろんこの状態になるんですよ。走行って言うとたかが知れてるじゃないですか、そのまま乗ってっていう、それでもうびっくりしました。やっぱりこう一体感が生まれるね、低いのがね。だから本当になんかこう全部こうオーナー様とかその乗り方とか、うんはいうん、タイホイールとか、うん、この格好つけてんじゃなくて遊んでる感じ、そうね、そうだ、乗り慣れてる感っていうのがすごく感じられるんじゃないかと思います。女の子入ってると、はい、だからもう本当にキャリパーがなんかちょこちょこっと触るとか、 なんかそういうこともせず、うん、全くしない、うん、もう本当に今回はタイヤホイールとロードランだけ、はい、なんかやればやるほどなんかこうもちろんあのいいんですけど やるっていうことに関しては、ただなんか車大好き感はこう出したくないなっていう、全体的なまとまりの中でっていう形なんで、もう車高とホイールだけ、なんかもう真っ白白の T シャツとジーパンとちょっといい時計だけみたいな、うんうんうん、そういうもう1周2周3周回るとなんかそういうのがおしゃれに見えるみたいな、うんうんうん、おしゃれだなみたいな、うん、そんな感じですよね。そうね、そうね。であとはもう当然この辺も全部、はい、いいっすね、黒とカーボン のかっこいいでしょ。もうなんかの全体的にだからその今回まあホイールもクラシックだし、だクラシックでわざと最近のフィニッシュにするパターンももちろんありだと思うんだけど、まあ、クラシックだからこそこういうシンプルなフィニッシュにするっていうような本当にそのまあ王道的なホイールの仕様になってる。ただセンターキャップだけね、通常の HRE のやつじゃなくてビレットのセンターキャップに変えて、まあ、ここはちょっと最新なイメージと、あとは今回のディスクもあのこの前の M4 と同じようにコンケーブディスク、そうなんですよ、ややこう立ち上がってる、はい、センターディスクが立ち上がってるようなものを選んで、まあ、あのアップデートされてる感を出してると。古いっていうよりかちゃんとこうブラッシュアップされてて、そうね、はい、現代版にこうリバイバルされてる感じ、うんうん、いやこれちょっとかっこいいですね。かっこいいよね、うん、であとは、はいまあ、全部横も黒くなる、はい、結構黒くなるんですね。そう純正だから本当にもう仕事がなくなっちゃうのよ。なくなっちゃいますね、うん、ただ400万円って言われたら買えないですオプション400万円でございますって言われたら本当これいいですっていう、もう本当にだってちょびですからね。そうカーボン下のねカーボンのパネルがついて、あと取っ手なんかも全部黒くなってたり黒くなって、でもう一個すごいなと思ったのは、うん、これこの仕様じゃないですか、はい、ガラスがスケスケという、はい、素ガラスです。はい、これがいい、ねまあ、当然、まあ、新車ですから、はい、オーナー様が買うときにつけつけて、はい、頼めます、はい、絶対素ガラスだよね車は。いやゲレンデまではまだなんとなく分かります、箱缶とか、はい、ちょっとなんかその都会派じゃないですけど、あここまでの高級車で素ガラスっていなくないですか。そうまあ、うん、そうね、はい、確かにね、なんか高級車になればなるほどこうスモーク率が高いイメージ。そうそうそう S でもそうですし、あと、まあ、ロールスもそうですけど、本当それはもったいないと、うん、だそれがこの、うん、ちょっと後で紹介しますけど、この中が丸見え、ねうん、だから今日ブーンって入ってきた瞬間に、うん、内装これかと思ってびっくりしました。すごいかっこいいよね、めちゃくちゃかっこいいですね、うん、でこんな感じになってて後ろも、まあはい、同じ、はい、これディスク一緒ですか。ディスクはちょっと違うかな、はい、オフセット変えてるので。なるほど、はい、でフロントのキャリパーの方がやっぱ大きいんで、うん、その分逃がしになってます。あの63の、タンズホイールみたいにこうリアだけこうグワーンってゲームしてたりとか、うん、スーパーカーみたいにこうリアだけが入ってる感じではなく、うんうんまあ、ゆるーくね、はいはい、まとまった感じになってみたいです、はい、なってます。であと後ろもしっかり、はい、全部黒いですね本当にマフラー。そう本当にね、本当仕事取らないでって、はい、やめてほしいですよ ね、はい、いやでもなんかこうちょっと見てる方向っていうか、なんかそう一緒なんだなっていうのは寄せてこられちゃってる。あそっちっすかね、こうなってたらこうだったっすかね、はい、寄せてきたっすかね。そうね、しっかりもう全部黒くなって、はい、これもカーボンなんですかね。カーボンです。へー、選べないっすよね、本当だよね、純正でこのカーボンつけられちゃって。いや本当っすよ、こんなに純正で黒くされちゃったらもう営業妨害だよ。
いやでも純正でもこんなかっこよくなっちゃうんですね。本当だからもうね、逆に何もやることないよね。確かに本当。いや大丈夫です、マンソリーとかあります。だからもう一つの形としてこう組み立ててって、うんうん、アフターでかっこよくする方法と、うん、例えばフェラーリとかこのベントレーとかロールスみたいにもう純正で結構自由度が高い車はもう純正でも組み立てて、うん、もう最後の味付けのところだけアフターでやるとかってい う, こう両方を楽しめるなと思って。確かにそうだね。もうつい最近紹介したそのワイドスターの白黒のやつなんてもう本当にアフターで、うん、もうまあブラバーさんはどっちかっていうとその純正の方に近いかもしれないですけど、うん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 、アフターでこう組み上げてってもうすごくかっこよくなってるのか、はい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 、もう逆にこういう純正でもうベースをすごくかっこよく仕上げておいて、うん、タイホイールローダウンだけ。だその新車オーダー時にどれだけこう出せるかが結構重要になってくるね。完成形をとにかくあの想像できてないと、うん、もうちょっとそのスタートできない感じですよ ね, ここまでのレベルになると。そしてそのこだわりが内装もすごいんで、はい、ちょっと見させていただきましょう、はい、後ろ前前からいきましょう か, 前 か, らいましょうか、はい、これがあのさっき教えてもらって覚えました、はい、ニューマーケットタウン、はいはい、このオレンジ色、うん、オレンジ色オレンジというか、まあ、ライトブラウンというか、うん、これ割と定番といえば定番らしいんですけど、うん、この組み合わせですよ。そうすごいよね、このパネルとめちゃめちゃおしゃれじゃないですか、ね、何ですかこれ。こんなにこうだからこういうさボディカラーをさ、例えばまあ今回みたいにドーブグレーとか、例えばちょっと変わった緑とか なんとかってかちょっと変わった外装色にすると内装どうするみたいな感じになるじゃない。わかります。どれが一番合うのみたいな、うん、バランス重要ですよ。そう中だけ派手でもおかしいし、そこだけ外だけ派手でもおかしいし、そうじゃあ同色系を持ってくるのか、うん、じゃあ違う色でこうパリッとさせるのかっていう、これは頼んでないとなかなかねいけないよね。ここそしてもう一つオーナー様に教えていただいてびっくりしたのが、はい、ブライトリング、ブライトリング、はいはい、これあの安かったんですよえいくらですか70万円嘘でしょみたいな、それ安いって言うんですかみたいな、これ後期からなんかオプション選択できるやつなの。そうみたい。これめちゃめちゃおしゃれじゃないですか、この時計、ね、何ですかこれね。本当よくあの、まあ、AMG なんかでも IWC の時でもついてたりしますけど、うんうん、まあ、一応 IWC みたいな感じじゃないですか、うん、まあ、本物のそんななんですか、いわゆるウォッチの方の時計ではないじゃないですか、うん、車についてる、あくまで車、ね、そう車用の時計じゃないですか、うんうん、まあ、キャデラックなんかも結構いい、うん、ブルガリカなんかも時計ついてますけど、うん、やっぱ実はパーツで結構安かったり、うんうんうん、これですよ、ね、普通になんかつける時計と変わらないぐらいのおしゃれさとそして金額と、はい、でさらにその上もあるんですか。なんか前期型はトゥールビヨンだったのかな、はい、1000万円ぐらいしかなかったんだけど、そう後期になってフライトリングのその70万円ってオプション設定になったから、はい、安いんだよつけない理由がないこれすごいなと思ってで、あとはこだわりのポイントでいくと、はい、リアシート、はい、セパレート、セパレート、はい、セパレート僕ちょっと初めて見たかもしれないですよ。あれ在庫車両でもないですよね、セパレート。セパレートって意外とないかもね。ですよね。そう、セパレートあったらあったらすいません。にするだけですげえ高いんだよね、また。なんでもうそれも迷わずで、この車の中の匂い、わかります、うん、このレザーの匂いと、なんかちょっとアロマなのか、なんかちょっとフレグランスなのかわかんないですけど、それが混ざった、もう絶対これもう目つぶってて、もうこれお金持ちの車の中に入ってわかる匂い僕は感じました、開けた瞬間に、はい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 、これやばいやつだ。なんだろうね、余裕を感じる匂いですね、うん、こんな感じになって、あとトランクもなんかこれも教えていただいたんですけど、はい、あれこれここだけ、はい、トランクもなんか通常真っ黒黒になっちゃう。あ、なるほど、はい、みたいです。それがここが全部こう前と変わらず差別がない。いいね、すごくないですか。荷物乗せられないね。乗せられないですね本当にこれはシャレってるね。シャレってますね。参りましたって感じです。はあ、かっこいい。皆様ここでオーディオが爆音で流れるのは、これちょっとまあ著作権の関係があるんで流せませんけど想像できますでしょうか、開けた瞬間に
わかります。クラブとかもこう、ね、はい、そうだったね。クラブとかも外すげえ静かなんで、開けた瞬間にこうボリュームギャップですよ。めちゃくちゃかっこいいなと思っちゃいました。かっこいいよね。もう僕もちょっと家の車ちょっとオーディオ大きめでちょっと乗ろうかなと思ったら、いやちょっと違う方向に、それでやると外に漏れちゃうんですよ、音が。それダサいじゃないですか、シャカシャカ言って。そうだね、高級車それできるってめちゃくちゃかっこいいなと思いました、うんうん、かっこいいね。乗り方とかね、そうですね、乗ってる感じ、ね、それ大事ですね、うん、はい、すごくなんか車単体というよりもモナさんがこういう使い方をしてくれてるっていうのがね、一番かっこいいかな。だってこんなにベタベタなのに朝入り口もブワーンって開きました。これ大丈夫、ね、とか言ってませんでしょうかね。そうね、はい、確かに乗り慣れてる感じで、うんうん、素晴らしい。いやすごい、はい、というわけで今回このベンテーガご紹介させていただいたんですけど、はい、結構じゃあベンテーガって言ってもいろんな方向でいろいろできそうですね。そうね、こういうふうにねまとめて車高とホイールでボンっていくパターンもあれば、まあ、マンスリーもね発表後期しましたんで、ああいったマンスリーでワイドボディキットでドーンっていく場合もあれば、まあ、もちろんその通常のって言ったらあれだけど、2ピースのコンケーブみたいないうような24インチ履いてもかっこいいと思うし、いろいろいろんなパターンがあると思います。あと大事なところとしてはやっぱりオーナー様 の, そのライフスタイル含めた車はやっぱりかっこいいなって。僕らそうだからもう車単体っていうよりももう使い方だったりオーナーさんが乗ってるあの雰囲気だったりって、あの雰囲気よね。これ僕が降りてきたら改装ご苦労様です、はい、そうなんです。そうね、そうでもその雰囲気ってさ、はい、どうしたってたんだろうね。そうなんですね、みんな出てもらう、ね、みんな出てもらうオーナーさんに、本当に それで、ね、ちょっと伝わる部分もあると思いますね。本当このオーナーさんが降りてきた時のこの分かります、かっこいいよね。そうなんですよ、立ち振る舞いと、うんうん、かっこいい。で特に今日こうギャップをちょっと最初こうちょっとこわもてっていうのからのどうもっていうこの気さくな感じでちょっとギャップにちょっとしびれたんで、はいはいはい、まあ、いろいろカスタマイズご相談いただければ、はいはい、まあ、トータルでいろいろご提案させていただけるんじゃないかなと思います。そうですね、お気軽に何でもご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。